グレードって何ていうんですか。グレード W204 の C200 のアバンギャルド。 C200 なんですね。はい、AMG 用すか。あれこれ205の後期の AMG ホイールス買ってるだけなんで。この型であるんですよね、 AMG の C63 モデルで、モンスターセナってやつね。ただマフラーがこれ1本出しなんでバレバレですけど、4本出しにすればもう。まあ AMG でも高いですからね。高いし時期も半端ないですね、あの辺だと。今いくらぐらいするんですか、この AMG。 多分300ちょっと出せば。あ、税金が高いですね。11万来ちゃうんで6300cc なんで。おお、これか AMG 用の。そうですね、これが5万だったらいいですね。これあの前だと、あ、回るときが どうですかベンツは。いや、もうサイズ感もいいし結構パワーもいいですね。あ、十分ですか。十分ですね、街乗りするよりは。距離は3万4000キロ。そうです、まだそんな乗ってないんですね。結構高かったんですか。でも込み込み200とかそんなのあるんですかね。ですね。ただいろいろつけなければもっと安いんですけど、あー、まあ、コーティングだけで10万取られてるんで。あ、そうですか。ガラスコーティングかなんか。そうです、ネクステージの。あ、そういうメニュー。ガラスコーティングでしたっけ。メニューがあるんですね。そうです。おー、3万キロ台だったら綺麗だ。ディーラー車で、じゃあどうなんですかね。なんかここにプレートがあるんです。あ、多分ディーラー車ですね。そうですね、はい。まだね、ビニールもついてるしね。そうですね。サンルーフがついた。ルーフ付き探したんですよ。これか。ブルーエフィシェンシー。